小田島直人です。職業はギター制作してます。出身は岩手県北上市というところで、今私の住んでいる遠野には、9年前に移住してきて、もう9年になります。住んで日本にとって木は文化だと思ってます。古くから日本人は木で家を作ったり、生活道具を作ったり、あとは田や畑を耕す道具を作ってきました。木は森を育んで、森は水を育んで、その水は田畑を満たして、そして私たちは食べ物を育てたりして生活してきました。私の住む岩手にはたくさんの神社があります。神社っていうのは山々や自然に対してこう敬意や感謝を表す、そういう場所です。そして木は僕にとっては生きる上で必要なものだと思ってます。生きる上でっていうのは、自分の表現するものであり、僕は木の命をいただいて生活しています。以前は自分の欲しい音だけを求めて、いろんな木を世界中探して、いろんな木を買ったりしてギターを作ってましたけど、今こうやって自分の地元の岩手の木や日本の木を使ったりして、ちょっと考えが変わってきて、今逆にその木の音を僕がどうやって 100% 出せるかなっていうことだけを考えてギターを作ってます。今から100年くらい前にアメリカから、線虫、小さい虫がですね、荷物に紛れ込んで日本にやってきました。今度その虫がカミキリムシっていう虫にくっついて、松の木に入ってったんですね。カミキリムシは松を食べて生活しています。でそのカミキリムシの体の中に線虫がくっついてて、カミキリムシが松を食べてる間に線虫が木にどんどん侵入していくんです。木に侵入した線虫は木の中で増殖して、でその増殖した線虫はやがて木の導管を詰まってしまってですね、木は水分を吸えなくなって枯れてしまいます。今日本中で松がどんどん枯れてって、特にこの岩手県ではその被害がすごくひどくて、とにかくもうどん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 枯れている状態で、きっとこのまま最後の一本になるまで枯れてどんどん死んでいくのは続いていくんだと思います。今岩手県が取り組んでいる対策としましては、薬を殺虫剤を撒いたり、あとは枯れる前に木をもう切り倒してしまって、これ以上マツクイムシが被害を拡大させないように取り組んではいます。あとは残念なことですが、もう松は植えなくなってます。要はマツクイムシの被害に遭わない違う木を植えて育てようとしています。岩手県民にとって松っていうのは県の木なので、それがなくなっていくっていうのはすごく寂しいことであり、心痛むことです。私は死んだ松にですね、新しい価値を生み出そうとしています。
ギター制作を通して自然への敬意って言いますか、私は木の命をいただいて生活をしているので、今度は私が何か自然に対してできる番かなと思って、今マツクイムシで枯れてしまった木を使って新しい命を、新しい音色を死んでしまった松に、吹き込むのが僕の今の務めかなと思ってます。最高の音色になると思います。Thank you.